ようございます。本日は11月20日ですね。現在の時刻が7時15分です。今日日曜日クエスト最終日、残り21回ということで7時過ぎにウーバーオンしております。そしてね、今週はハズレクエストだったとはいえですね、クエスト達成はウーバーさんからの絶対命令なんで、とにかく21回全部こなしていきます。それまでは基本ウーバーオンリーでいきたいと思います。まあね、正直言ってこれ受けるかどうか悩んだんですけど、まあとにかく数減らそうっていうのと、さくらでもね、マックもあればローソンもあるし、スキヤもあるということで、ちょっと船橋日大前、緑ヶ丘、あの辺のエリアに比べればマックの密度が薄いん。おはようございます。ピックアップ完了しました。お届け先井のすぐそばですね。行ってきます。スキヤさん、村上から笠台、はい、もう今日はとにかく行きます。呼んでくれたのはスキヤさんの八千代村上店ですね。4.7キロ、16分で562円です。おはようございます、ウーバーです。はい、すき家さんのピックアップ完了しました。お届け先は勝田台です。行ってきます。7時52分配達完了しました。次の依頼を待ちます。8時を回りました。7時台は2件でした。そして結局地元の方に戻ってきております。なりました。8時8分、ロッテリア八千代緑ヶ丘、 4.8キロ、27分、809円、八千代台行き。はい、行きます。天気予報がね、3時ぐらいから雨、午後のっていう話だったんだけど、もうすでにちょっとばらついてますね。空もどんよりっていう感じで、まあまだカッパなのっていう感じではないんで、このまま行きます。ちょっと待ち時間発生してしまいましたが、ピックアップ完了してます。お届け八千代台北ですね。行ってきます。ウーバーイーツです。はい、すき家さんのピックアップ完了しました。お届け村上南です。行ってきます。8時54分配達完了しました。次の依頼を待ちます。はい、マクドナルド296八千代パルル店になってくれました。8時58分ですね。行ってきます。はい、ピックアップ完了しました。お届け向かいます、大和田神殿の中です。行ってきます。9時8分ですね、配達完了しました。次の依頼はまだ来てないです。9時33分ですね。もう30分の無音に耐えきれず、出前館取ってしまいました。吉野家八千代緑ヶ丘店です。行ってきます。でももうすぐウーバーに戻ります。吉野家さんのピックアップ完了しました。お届けは坪井東です。行ってきます。9時43分配達完了です。いきなり時間飛んで11時45分です。ちょっとね、2時間ほど仮眠取らせていただきました。
はい、雨が降るっていうことで雨具は持ってたんですけど、練習図長靴持って出てなかったので、それを取りに戻って、ちょっとほとんど鳴ってなかったのと、今日の夜夜勤があるんで少し体力温存で、まあクエストもあと21回なんで、21回から削ってるんで、まあ大丈夫だろうということで昼ピークまで寝かせていただきました。で11時45分に早速再開後になりました。スキヤ船橋日大前店です。ピックアップ行ってきます。こんにちは、ウーバーです。あーこんにちは、ウーバー。7、8分お店で待たされましたが、その間にね、またちょっと若干無茶ぶりダブルぶち込んできました。好きですね、ウーバーさん最近。はい、目利きの銀次八千代緑ヶ丘店を追加、プラス 6.2kg プラス26分、569円、安いよねで昨日みたいにね、多分上がんないんじゃないかなと思うけど、もう一回だけ試してみます。多分200円ぐらいね、あれが調整金がつくんじゃないかなと思って受けてるんだけど、昨日30円しかあんだけ渋滞とかあってもつかなかったんで、まあそれがどうなるかですね。ちょっと行ってきます。で多分ねプラス 6.2kg になってるんだけど、裏道使うとそこまでないんで、はい、というわけで目利きの銀次向かいます。こんにちは。目利きの銀次さんもピックアップ完了してます。で、すき家さんの分から配達ですね。まあ、やっぱちょっとね、松ヶ丘に行くんですけど、北奈良市の高根とかそっちの方寄りの場所なんですけど、一回緑ヶ丘に戻らされてるんでね、お客さんからしてみるとなんで逆行ったっていう風には思っちゃうかもしれないですね。はい、向かいます。11時31分、ダブルピック配達の2件目完了しました。で調整金でね50円ほど増やしていただきました。ありがとうございます。やっぱね安いね、ダブルはあまり美味しくない。クエストに関してだけいいっていうことでいいと思います。ちょっとあの建物特定するのに時間かかったり、すき家さんでピック待ちがあったりはしたんですけど、裏道駆使して道の中での時間は短縮してるんで、結局 3,4 分しかオーバーしてないと思うんですよ。なんでまあ50円ぐらいしかつかないっていうことだと思うんですけど、まあやっぱね1時間1800円分ぐらいの設定になってるべきじゃないかなとは思うんだけど、ダブルの設定がやっぱそこまで安い設定になっちゃってるってことですよね。はい、そしてジュズってます。マクドナルド北奈良市の店です。向かいます。1個だけ、はい、じゃあお預かりしていきます。はい、マクドナルドさんのピックアップ完了しました。でこのマクドナルドさんの方だと、さっきの話の続きになっちゃうんですけど、15分で497円提示してもらってるんですよね。だやっぱ1時間に換算するとこっちは2000円近いんですよ。1988円かな。まあそういうの考えちゃうとね、こういう依頼を繰り返し受けた方がいいよってことにはなるんですけど、まあ単発だと待機時間が出てくるんでね、その辺との兼ね合いっていうのもあるんですけど、まあやっぱでもダブルピックの案件については、行き先不明の一発ダブルは距離が短いもの以外は取らないで、あとはまあ行き先が分かってるやつはもう行き先ちゃんと頭で考えて行ってもいいか行かないかっていう判断を自分でするしかないですね。基本的にはまあ安い見積もりが出てくるっていうことなんだと思うんで、まあ、クエストとの兼ね合いでクエストをクリアしていく上で必要ならば、そういういい案件だけバンバン取って、あとはもう断っちゃうっていうことですよね、きっとね。はい、12時46分マクドナルドさんの配達完了しました。
で現金案件だったんですけど、その画面とか出してる時にまたあの依頼の通知パッと来てパッと勝手に取っちゃったっていう、次の案件ちょっと金額大きく見えたんで、大きくしてもなんか700、800円だったと思うんですけど、無駄に逃走なのを走らされそうな気がします。こんにちは、ウーバーイーツです。サンティさんのピックアップ完了しました。配達先前原西でした。まあ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 距離はちょっとありますけど、まあ外れではないですね。はい、行ってきます。ちなみにいくらだったんだろう。はい、1時7分配達完了しました。次の依頼は来てないです。なりました。マクドナルド100円台店、さっき通ってきたけど戻る感じかな。はい、行ってきます。 1.4キロ、11分400円。お願いします。はい、お預かりしていきます。お願いします。こんにちは、ウーバーです。はい、1時37分マクドナルドさん、もう1回配達完了しました。次の依頼は来てないです。クエストがカンクリまで残り10回です。さあ、ダブル案件なってはおります。取っていいんじゃない。うん、3.4キロだし相当全部近いと思うな。スシローの高値軌道行くだけで1キロ以上あるし、はい、これは取ります。スシローさんのピック完了しました。スシローさんでの1店舗ダブルでしたね。はい、これで距離も短いので件数稼ぐのにはちょうどいい案件でした。それでは1軒目行ってきます。はい、1軒目配達完了しまして、2軒目向かいます。西奈良市のですね、これも近かったです。 700m 行ってきます。2時ちょうどです。2軒目の配達シローさん完了しました。次の依頼は来てないというか、一度中断させていただきます。ちょっと頼まれごとしちゃったもので、30分か1時間かかんないぐらい、はい、ちょっとそれを済ませに行ってきて、その後再開します。クエストまああと8回なんでね、達成できないことはないと思うんで、はい、ではまた後ほど。はい、2時58分ウーバー再開しました。用事済ませてきました。ですぐになってくれました。ちょっと遠いんですけど、マクドナルドの100円台ですね、2駅先です。行ってきます。で、なんかお知らせ来てて、夜雨クエが出るみたいですね。やったと言いたいとこなんですけど、大して降ってないんですよ。まあならなくなるだけじゃないかなとは思うんですけど、まあ、元からがっつりやれないというか夜勤があるので、まあ、ほどほどにやって乗れた分プラスになるっていうことで考えればいいのかな、ありがたくっていう感じでやろうと思います。ただね、まあ、本当にあんまりならなくなるような可能性があると思うんで、今まだ3時ですけど、今のうちにクエスト達成のためにどんどん回数削っていきたいと思います。残りが8回です。はい、お預かりしていきます。大穴南ですか。でもこの時間なら行っちゃっていいのかな。ケンタッキーフライドチキン芝山店から 3.9 キロ大穴南20分、628円。はい、行きます。はい、3時23分マクドナルドさん配達完了しました。それでは次、じゅずりました、ケンタッキーフライドチキン芝山店さん向かいます。お願いします。はい、
お預かりしていきます。フライドチキンさんのピックアップ完了しました。お届けが大穴南です。行ってきます。雨がね、一応ぽっつらぽっつらそれなりに降ってきました。はい、配達完了しました。ケンタッキーで数珠ってます。唐揚げの林屋北習志野店です。ピックアップ向かいます。こんにちは、ウーバーイーツです。唐揚げの林屋さんピックアップ完了しました。お届けが坪井東です。向かっていきます。3時54分、林屋さんの配達完了しました。次の依頼また待ちます。一件拒否してしまいました。習志野5丁目方面行きのがあったんですけど、ちょっと渋滞がありそうな気もしたんで、距離も7キロだったんでやめておきました。もうちょっといいの受けたいです。4時11分です。びっくりドンキー八千代緑ヶ丘店撮りましたというか、またスマホ触ってたら撮れちゃいました。4キロぐらいだったかな。ちょっとどこ行くか分かりません。その前に3件拒否してるんですけど、なんで3件拒否しといて結局自分が望んでるかどうか分からないのを受けちゃったのかっていうところではあります。とりあえず2件は行き先不明ダブルの8キロと9キロだったかな。まあちょっと行ってらんないし、片方は大穴北が含まれてたんで、もう拒否っていう形でしたね。でもう1件ホットモットさんが大穴北行きあったんですけど、やっぱちょっと大穴北やめとこうかなっていうことで拒否して、最後スマホいじってたら取っちゃいました。まあしょうがないんで行ってきます。こんにちは、ピッさんピックアップ完了。どこかな、習志野台6丁目。はい、当たりですね。お、行ってきます。この配達が終わると日またぎクエスト残り4回ということで、もうカウントダウンが始まってるんですけれども、まあ、その後ね、その後っていうかまあかぶるんですけど、5時半から雨クエが出てます。そんなに強い雨じゃないんで、なりがそこまで良くないんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まあ、やりながらですね、なりがいいようならがっつりやらせていただいて、そうでもないようなら、はい、夜勤に差し支えない程度にほどほどでやめようかなとは思ってます。4時32分配達完了しました。次の依頼はまだ決まってません。今も一件行き先不明ダブル来たんですけど、断ってしまいました。やっぱ受けれないかな。 8.2 キロあって1個は餃子の王将八千代から吉橋、まあ、こっから考えるとやっぱ3キロ台ぐらいしかそのルートで使わないんですよね。残り5キロ以上どこ行くのって話になっちゃうんで、おっとこれはいける。船橋日大前マクドナルド、こういうのです、こういうのでいいです。撮ります。こんばんは。マクドナルドさんのピックアップ完了しました。お届け先習志野台6丁目、行ってきます。48分、マクドナルドさん配達完了しました。そしてもう一回マクドナルド船橋に1台前依頼来てます。行きます。もう、ダブルピックなくていいです、こういうのでいいです。こんばんは。はい、マクドナルドさんのピックアップ完了しました。大和田新田方面に向かいます。
はい、ジュズりました。バーガーキング4毛利八丁緑ヶ丘から高津3キロ、はい、行きます。なんで20分もかかるんだろう。あ、まあそっか、ショッピングモール内の時間ね。4時56分マクドナルドさん配達完了で、ジュズったバーガーキング4モール緑ヶ丘店さん行きます。